こんばんは。今回はですね、チケット20連止まったので、それで五等分の花火第2弾を引いていくのと、あとはジュエルをね、これから買うので、買った後に第1弾のスタンプカード1枚目を押しに行くのと、あとはね、その2つのガチャ、まあ、どっちかって言えば第2弾の方ですけど、第2弾の方が爆死したらガチャチケに変えます。で、逆に、まあ、ニノとかイツキを引けたのであれば星音確定を引こうかなと思ってます。その引きによって変えていこうかなと思います。まあ、本当はね、次のガチャのために貯めた方がいいんですけど、ただまあ、イツキがまだ出てないので、ちょっと狙いに行こうかなと思います。ですね、ちょっとね、課金する前になんですけど、このね、パック？アンカーウルのパックがいつの間にか復活したんですけど、これいつ復活したんですかね。まあいいや、とりあえず買っていきまーす。まあ、買った後に言うのもなんなんですけど、これ、パックってアンカールーンちょっと少ないっすよね。アンカールーンだけでいいから600円で売るとか、もしくはアンカールーンの100個に0もう一つ足すとかしないと、ちょっと4400円の価値があるかわかんないですけど、まあ、それは置いといて、とりあえずね、9の方の五等分の花嫁を引いていこうかなと思います。まあ、とりあえず無料から行きましょうか。これは出る可能性もあるんで、はい、出ません。まあ、これはしょうがないんですけど、まあ、これの後にスタンプ1個目のこれがあるので、ここで5分の1を引きに行きます。ちょっとね1か以外は全部持ってるんで、1か1点狙いをしていこうかなと思います。ちょっと挑戦しに行きます。5分の1か、まあ、20% もあるので、そこら辺の星4を引きに行くよりは確率が高いので出ると信じたい。まあ、とりあえず10連の方、ここで出る可能性も十分にあるので、ここで狙っていきたいところなんですが、はいはい、あー、なるほど、はい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 、まあこういうこともありますよね。まあ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 、まあ、これまあ前座なんでね、本番っていうのはこのチケットなんで、この星4確定がまあ本番ではあるので、ここでね引いていきましょうか。はい、5分の1を狙いに行きます。よろしくお願いします。はい、まあそんな現実は甘くないよね。まあいいや、こっちで運を使いましょう。さっきのはまあ前座だったと思いましょう。まあとりあえずじゃあここでイツキを狙いに行きます。よろしくお願いします。はいはい、なんかやばくない？ガチャ率、ガチャ率、ガチャ運が1個あるけども、2個目か、1次だよね。クラフティダメか、昇格もなしと、マジか。ちょっとこれは悪い流れなのでは。やばい、ちょっとやばいやばい、ちょっと、あ、ちょっとやばいやばい、ちょっと運の流れが良くない良くない。え、やばくない？何これ3回連続で銀なんだけど、これシャレになんないんですよ。また2個目、何これ。はい、2個目、はいはいはい、おー、ドッドッ、やったー、勝ったよし、ありがとう、あざっす、あざっす、マジで嬉しい。よし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 、すいません、ちょっとスクショしようと思ったら録画切っちゃいました。ということで、まあ見事にイツキを引き当てたので、どうしよっかな、動画作るかは悩みますけど、どうしますかね。大抵のネタはやられちゃったもんな。二のイツキもエリア広げるのも大体多分他の人がやっちゃったと思うんで、まあ裏で楽しむか。じゃあちょっと裏でニコニコしながらテニスしようと思います。それではここまで。いや、終わらんよ、忘れてた交換所のところで、そうだそうだ、神引きできたらこれをね、星音確定の方で引くって言ってたんだった。そうだそうそう、これでじゃあ星音確定をこれで交換しまして、じゃあこれでガチャチケで回していきましょうか。よし、じゃあ音も出したことでやっていきましょう。狙いとしてはやっぱ後継者とかっすかね。あとはセイヤルチアとかチローとか、まあ、そこら辺が狙いではありますね。まあ、とりあえずまあ未所持であれば別に誰でもいい。ただとりあえずかぶりが怖いので、まあ、27体ぐらいいる中で多分ね9体10体ぐらいかな、持ってないキャラがいるので、まあ、その10体を狙いに行きたいです。よろしくお願いします。ロードがないんですがちょっとこれはもうかぶりということなんでしょうか。
なのでしょうか。あ、 10% を引き当てた時の思い出が蘇るんですが、はい、ということでね、ありがとうございました。お疲れ様です。